い、皆さんこんにちは、ゼンタです。さあ今回はですね、カナダグランプリの取材のためモントリオールに向かう様子をお届けしてまいりたいというふうに思います。で今回はですね、フライトは、なんと直行便で向かうということになりましたよ。まあ嬉しいですね。まあいろいろね、コストをね抑えられるねように、まあいろんなフライトの組み合わせを調べたりしたんですね。まあ乗り継ぎ1回とか乗り継ぎね2回とかっていうのも、いろんなオプションをね、まあ洗いざらいね調べてみたんですけれども、その結果なんと直行便で行く方が一番安いというあの結論に至ったのでですね、今回はね直行便、まあエアカナダで行く、成田空港からモントリオールピエール・エリオット・トルドー国際空港に向かう12時間半の旅を皆さんと一緒に楽しんでいければなというふうに思います。Thank you.
ということで無事にモントリオールの方に到着することができました。まあエアカナダに関しては、まあ乗る前にもいろいろいろんな評価、評判がねあるっていう風にですっていう風に聞いていたので、ちょっとねどんな感じなんだろうなって思いながら乗ったんですけれども、実際にね飛んでみると本当に皆さん優しい感じで本当に快適なフライトになりました。唯一何かあったとしたら、ボタンを押してから席を倒してから寝てた時に起きてみるとまた席が元通りに戻ってるっていう感じで、もうなんだよと思いながらボタンを押して何度も席倒して寝て、で何度も起きるたびに席が元に戻ってるっていうのはありましたけど、それ以外に関しては全く問題ない、いいフライトだったと思いますね。で入国審査の方も全く問題ありませんでしたね。審査官の人に何しに来たのって聞かれたら、レースを見に来た、何のレースって言わなくても普通にもレースを見に来ましたって言えば、それ以外だからって言って何もありませんって言えばもう普通にすぐに通れるので、そういう風にね考えていただくと、ね、難しく考える必要はないと思います。さあそれでは、ここからホテルの方に向かいたいと思います。その前にねメディアパスも、ね、回収できればよかったんですけども、ちょっとそこの、ね、センターのところがもうあと30分で閉まっちゃうという感じなので、ちょっとね頑張っても間に合わないので、明日それをやろうかなと思います。で、ちょっと、ね、公共交通がすごく便利で、もうこの空港からダウンタウンに直接行くバスっていうのがあるので、それを使って、ダウンタウンの中にあるホテルの方に向かっていと思います。
いという感じで無事にホテルの方に到着することができました。まあ空港にいた時、バスに乗ってた時で、街中歩いてる時、もう気づいたのが、もうフランス語と英語がもう半々みたいな感じですね。標識とか看板もフランス語多くて、まあさすが世界有数の、まあ、フランス語系の街だなというふうに、思いましたね。まあ到着してからちょっとね、一番驚いたのが、ご覧の通りあんなに晴れてたってことなんですよね。まあね、到着前に予報をチェックしたらもう土砂降りになってるってことだったんで、ちょっとは覚悟していたんですけれども、まあね、あんな感じでね、美しいモントリオールの、ね、夕日を見れたのは嬉しかったんですけども、明日からはまあ多分雨が降り続けることは間違いないと思いますね。もう4日連続木金土日と雨は降るという予報なのでね、ちょっとそれがね、まあ走行とかね、レースとかにどういう風な影響を与えるのかもね、まあ楽しみに見ていきたいなというふうに思います。さあ、それではまあ明日、パスをゲットしに行って、でそのシャトルのピックアップ場所が近くにあるということなので、そこからサーキットに向かっていきたいと思います。Morning, how are you? Doing all right. So it's going to be you, Madeline, and me. The only American is going to be around. It's going to be... Yeah, there'll be more. There's rat farmers here. Okay, all right. Face. Mm. And the... They were so... Yeah? Yep. Medium, yep. Guess who's in it now? Which language should we just go with? Nihongo? Ah, Nihongo de ikimasu ka? Ah, jaa Nihongo de ikimasu. Right.